スーパーマリオメーカーやっていきましょう。君は何 P できるかな、何個 P を踏めるかなってことか。これ走っていく、あ、これ走ったらいけないのかな。へぇー、おねえ、しなくなった。やっぱタイミングよくジャンプするのがあれなのか。オッケー、マリオタイム。B ダッシュ、いやいや P ダッシュ、これ難しそうですね。時間かかりそう。100秒、あれですね、スピラン系のコースですね。こうだな、こうだな、こうだな、こういって、うん、ここでジャンプして、いいね、これね、上がっていくんだね。はいはいはい、下に降りて、あー、ドアに入んないといけない。お、今度めっちゃ楽そうでしたね。こういって、P 持って先に進んで、あ、ん？あれ？これ難しいよな。こうか。トン。トン。トン。いいよ。お、あぶね。最初はここか。はい、踏んで。あ、これはちげえな。踏んでった方が良さそうだな。結構時間ない、やっぱ持ってかないとダメかな。はい、うわ、うん、よし、来た。こういって、こういって、こういって。はい、オッケー。パフ。パフ、オッケー。で、壊してもらって、よいしょ。で、スターを続いて取って、ムビア、ムシムシ、いこう。よっしゃい。じゃあ時間余ってると思うんでこれいきましょう。いいねランキングの第4位、日本の方は続くスターで走り続けるみたいですよ。スターランド、ゴールドマリオでスターで走り続けるんですね。なんともリッチなステージですね。危ねえ、ギリギリセーフ。まあ一回被弾しても大丈夫だったんだけど、中間ですね。今度はスクロールですね。スクロールプラスですね。難しそう。今んとこはまだなんとかなってるけど、OK？ 今のところで、ストが2番目。行きます。ちょっとピーが来る。
して海に入る。いいですね。またちょっといいコースだな。やってて楽しいコースですよね。見ててもきっと楽しいな。なんだ、ワンもいなかった。ワンもいるよね。なんだなんだ、ここだけ話してるの。キラキラいます。すげえな、すげえな。これおぉ、死にましたね。はい、ということで今回はこれにて終了とさせていただきます。ちょっと時間短いかもな。どういう編集になってるかちょっとわかんないから想像つかないんだけど、今回はこれで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。長官、ご報告いたします。赤城、加賀、両母艦、ミッドウェー沖にて大破。ほう、なかなかやりよう。戦艦ヤマト、シナノ。リアルな演出と壮観な海戦シーンが戦争の模様を引き立たせる。登場する戦艦は200種以上。できる男がハマる海戦ゲーム、戦艦帝国。